ヘッドオンコンサートってご存知ですかねあの、ナイアガラトライアングルの、あの、大竹栄一さん。私もリアルタイムで大竹栄一の歌とか聞いてないんですけど、その人が昔にヘッドオンコンサートっていうイベントを開いたみたいです。それコンサートって言うと、会場の PA。 まあ、覚醒装置ですね。それでガンガンに覚醒するのが普通です。ただあのこのヘッドホンコンサートっていうのは客席に当時発売された分のあの FM ウォークマンそれがあの客席に置かれてましてそのヘッドホン端子に自参したお客さんが持参したヘッドホンそれを接続して楽しむコンサートです。まあ、つまりあの PA ではなくて FM の電波で会場内にコンサートの音声を飛ばしますそれ。ライブでレコード並みの音質を提供できるというコンセプトでまあ、確かどこの席でも最高の音質で音を聞くことが。 できます、すまあ、本人たちも世界一奇妙なコンサートと言ってたみたいで、まあ、あの、FM ウォークマン、これ余談ですけど、テープを持ってればそこにテープを入れて、録音できたみたいですね。このヘッドオンコンサートの模様は、が、模様はなんか録音されて、インターネットとかで公開されてますね。まあ、あの、ただ、それでも生で、生で体験できた人は、非常に面白い体験だと思います。また、あの、チケット代も洋楽アーティスト並みに高かった、 みたいだけどまあこんな面白いコンサートだから数時間で完売したみたいですまあこういう話を聞くとネット時代には体験できないサプライズが昔でもあったと思いますまあ羨ましいですね以上です